皆さんどうもこんにちは、ティーモミツ。はい、皆さんどうもこんにちは、プリント学府のティーモミツです。お久しぶりでございます。以前動画で出させていただいたんですけども、ちょっと指を怪我してしまって、手術をしてきました。約3ヶ月が経ちました。はい、リハビリ含めてですね、いろいろ指動かしてきたんですけど、今の状況こんな感じです。はいはい、というわけで、無事ね、包帯とか、ギブス的なやつはもう一応もう全部取れまして、リハビリ期間ではあるんですけども、まあ病院の先生にですね、こう指を使う、リハビリしていいよと言われたので、ウクレレはもう持ってこいだなと思って、ちょっとリハビリを兼ねて、ウクレレ企画またやっていきたいと思います。いやー、本当にこの怪我をしている間はですね、もうウクレレやりたいと思って、ずっとウクレレは触ってはいたんですけど、こうやっぱ痛くて抑えられなかったんですよ。今もちょっと完全には治ってはいないんですけど、まあ割と抑えられるぐらいにはなってきたので、もう楽しみでしょうがないです。早速やっていきたいと思います。はい、こちらですね。いやー、やっていきましょう。で、やっぱりちゃんと弾いてなかったので、やっぱりチューニングからやっていきます。いやー、なんか懐かしいですね。懐かしい。いいですね。じゃあチューニング OK なのでやっていきましょう。今までやったコードをちょっと改めておさらいしていきたいと思います。最初は C コード、 C コードなんですけど、これ薬指1本で押さえるやつです。その薬指が怪我をしていた指でございます。ちょっとやってみます。大丈夫そうですね。ちゃんと抑えられます。はい、やっぱりウクレレのコードを抑えるぐらいであれば、もう指復活してきてるので、これから、いやー、またウクレレできる、嬉しい。やっていきましょう。 F、 まあこれは薬指使わないんでね、この音色がやっぱりいいですね。問題 G7 っす。ちょっと相変わらずビヨーンってなってますが、うん、相変わらず G7 がちょっとまだ苦手というか難しいですね。ちょっとでも前よりなんかなんすかね、テンション上がってるからかできてる気がします。できてんのかな、多分あんまり変わってないんですけど。はい、ちょっとまだやっぱりね、人差し指、2弦押さえるのが弱いみたいなので、ちょっとそこを意識しながらやっていきます。ウクレレ楽しい。前にもやった、まあ、課題曲、練習曲っていうんですかね、やっていきたいと思います。いいんじゃないか。指動くのが分かったので、ちょっとまた練習再開できますね。これは次回早速次進んでみたいと思います。ちょうど今、チャプター1っていうところの最後の練習曲になるので、チャプター2からやっていきたいと思います。多分弾き方、こっち右手ですね、もなんか出てくると思います。そろそろアップストロークかな、分かんないですけど、ちょっとまたね、今度進んでみたいと思います。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。